これね、絶対美味しいですよ。もう高いんだもん、高いもんだって、絶対美味しい。じゃあ早速開けますね。あ、加工テロップに。はあ。新作し ハーゲンダッツ新作試食中。よし、じゃあね、食べますね。じゃあまず開けます。あー楽しみだ。やばい、これもう大好きなんですよ本当に。まあ本当にあんまり食べないようにはしてるんだけど、この新作は絶対に美味しい。いくよ。うおおおいしそう、たまらない。イエーイ。あーいい匂い、もういい匂い、ハゲンダッツ。じゃあ食べまーす。いただきまーす。やばい、超、あ落ちた。これやばいよみんな、超おいしいもの発見した。これね、やばいです、めちゃくちゃおいしいです。これは このなんて言ったらいいんだろう、まずこの何なんていうの、皮皮がね、めちゃくちゃ パリッパリで、めっちゃサクサクしています。そしてこの周りのチョコレートがもう超ね、甘酸っぱくてね、やばい。あとこの白のアイスクリームはレアチーズケーキ味だから、もうね、チーズとベリーっていう組み合わせはもう間違いないんで美味しいです。私普段本当にアイスとか食べない、あんまり食べないんですけど、これだけは別ですね。ただ1個で249キロカロリーあるので、これは本当にご褒美の時だけにした方がいいですよ皆さん。うん、そうだね、明日プロ野球が開幕ですね。超見に行きたいですけど行けなさそう。うん、
美味しい、美味しいです。あ、でも今日レッスン中にあの一軍の麹は見ました。ふむふむっていう感じで、阪神がリーグ優勝を決めた時の道頓堀のバカ騒ぎ、昨日のことのように思い出す。え、そんなに記憶に残ってるんだ。でも今日はね、ちょっとリハーサルの合間に日ハムとロッテの2軍のファームの試合を見てたんですけど、楽しかったです。最近ね、しーちゃんと野球見に行って、しーちゃんにもね野球教えてハマってくれることを願って、もうなくなっちゃう。新チーム名どんな感じですか？まだ分かりません。こればっかりは始まってまだお披露目はまだしてないのもんね。大家さんホークスファンじゃないと思いますよ。まだ分かってないもん、あんまり。うん、なんかソースみたいなのが出てきた。おいしい、これ、このソース。これマジうまい。いや、ソース多分出てきてたんだけど気づかなかったかも。あー、一口、最後の一口、早い。アイスってやっぱり。食べます。踊っちゃうぐらい美味しい。ごちそうさまでした。美味しいな。あー、美味しかった。もう一個食べたいぐらい。セブンに売ってるのか分かんない。私はローソンで買いました。あー、美味しかった。明日も頑張れそうです。
ミアは2チャームの選手、誰をしてるの？誰だろう。私個人的には増井さんがめちゃくちゃ好きだったんですけど、ちょっとオリックス方にね移籍されたので、やっぱ若い人を応援したいですね。誰かな。でも前回のミャオの部屋でサヤヤが来た時に平沼選手をね押したんですけど、平沼選手を応援しています。やっぱりね。清宮くんね、浅間選手もねいいですよね。石川慎吾選手は今は巨人ですからね。鎌ヶ谷にも行きたいな。チャクチャクチャク、アンニョンハセヨー、チャク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 。うわさわくん、うわさわくんに頑張ってほしい。私も同い年なんですよね。そうで、怪我から復帰してぜひまた一軍に投げてほしい。中島選手の印象を教えてください。やっぱり粘り方が尋常じゃないし、粘った末にちゃんとヒット打ってくれるところですかね。大人気ですからね。内山の戦力だみたいなこと言ってたけど、確かに。ハムの選抜スローって誰なんですかね。あの外国人じゃん明日で、加藤、高梨、最初のカードはその3人なのかな。あー、ゴメタンのラジオ、そう今日最終回だ。オンパチ、あー斉藤佑樹さん、ファイターズ新球場作る予定で知ってる。あー、なんか北広島市にねなんか場所決まったみたいですけど、かなりすごいですからね新しい球場の。なんか本当にできんのかみたいなぐらいマジ綺麗な感じで、なんかね今日は一人です。中日はないだと思いますか。わかんない。ここで何位だと思いますとか言って、そんなことないって言って怒っちゃう人もいるかもしれないから。あー、そう、この前の巨人戦行きました。ハムの
先発が高梨選手で、あの巨人の上原選手が復帰ということで、オープン戦なのにマジで満員で満喫でしたわ。なんか前髪こっちの方が可愛くないですか？可愛くないですか？とか似合ってませんか？なんか年相応になりません？なんか前髪ある方が老けてる気がする。ビール飲みながら観戦したん？いや、その時は普通にメロンソーダを飲んで観戦しましたよ。コンサートはこの前髪で出ますからね、皆さん見つけてください。あ、そう、そしてね、今年も総選挙があると思うんですけど、私出馬しましたので、なんかね、みんながどう思ってるのかとか、ちょっとショールームでね、まあ決起集会みたいな感じで意見聞きたいなと思ったんですけど、なかなか時間がなくて、まあでもきっとその配信をやったとしても、私の気持ちはもう出るという選択一択だったので、もう皆さんぜひついてきていただければ嬉しいです。いやー、今年100位まで発表されるじゃないですか。100位以内に入れば楽曲ももらえるし、正直、もう正直な話をすると、まあ私のファンの皆さんってこう、なんだろうな、やっぱ自分のペースで応援してくださってる方が多いし、うん、まあちょっとなんて言っていいか分かんないけど、でもだからこそみんなを信じてるし、私も一生懸命頑張っていこうと思って、今年はもう迷いもなく出ることを決断しましたし、まあもう自分にとっても、もう10回目の総選挙で、もう1回目から出てるので、だから記念すべき10回を出ないわけにもないし、まあとにかくみんなが、私を含め、でもやっぱファンの皆さんが、まあ、参加して、そして楽しく終われる総選挙であってほしいと思いました。はい、そんな感じです。まあ、またなんかブログとかでね、自分の気持ち話せるときとかまとまったら更新したいと思うんですけど、とにかく私はめちゃくちゃやる気なので、もちろん自分にも投票するし、みんなにも投与してほしいです。それがどんな結果だとしても、私がマイナスの方向に変わることは絶対にないし、とにかく前向きなので、私今すごい仕事に対しても、なのでね、とにかくみんなで頑張りたい、みんなで楽しみたいですね。だからよろしく お願いします。応援を、そう、楽しむことも、皆さんの応援あって楽しむことができると思うので、
じゃあそんな感じで来週のメオの部屋スタジオ編のゲストをそろそろ発表したいと思います。はーい、嬉しい。みんながなんかさすがみたいな感じで言ってくれて、さあ来週のゲストはね、もう嬉しいんですよ。私は実はどんな話ができるのか発表しますね。来週のゲストはじゃん、大森美優ちゃんです。わーい、みゆぽんが来てくれるよん。じゃあ質問お願いします。もう2回目か。大森みゆぽん来てくれます。野球関係の質問やっぱ多いんかな。ミャオの似顔絵描いてくること希望。ん？同期が少なくなった心境。今年の求人への期待。うん。絶対求人今年強いと思うな私。やっぱりゲレーロが一塁までちゃんと走ってるっていうところがもう現れ、もう巨人がなんか強そうな現れだと思います。私は、ね、巨人強そう。新チームについて SSA で発表されたであろうサプライズについて。阪神も応援したってしてるよー。めっちゃカープはもうめちゃくちゃ応援してる選手いますからね。応援してるっていうかもうただのファンっていう選手がいるので、カープはあのもう大瀬良選手が、大瀬良投手があの投げるときは絶対に見ますね。いやカピバラ三兄弟めっちゃ面白いので、トムポンについて。キャッチフレーズ気に入ってる？お父さんの仕事。大瀬良は3戦目先発だよ。あ、そうなんだ。見ないと。歌がうまい同士、一緒に歌いたい曲は。嬉しいですね。もし息子を産んだら野球タイトルどっちにならしたいですか？いや息子がしたすさせしたいのさせてあげたいです。なぜ髪染めたのか。ノースリーからでも打ちに行く。いや絶対私が野球選手だったら
降らないですね。A 公演に出演した感想。尊敬してる先輩。確かに気になる。誰が好きなんだろう。新チームで仲良くなりたいメンバーは、サーフォーとのカフェ部の活動について。夜更かしはしますか。仲のいい後輩。いい球来たら打たなきゃ。いや誰やねんあんた。あんた誰やねん。監督かい。この前みゆぽんも好きなエンジスについてショールーム出して。おお。初球から振る。そうだね。まあ、振らないな。ユニットを組むなら誰と組みたいか。はい、まあそんな感じでね、いっぱいみゆぽんに聞きたいことが皆さんあると思いますけどね。来週も私が代表してたくさん聞くようにしますので、ぜひ放送見てください。もう約束ですからね。毎週木曜9時から予定を空けてくださいね。はい、ということで、じゃあそろそろ終わりにしますけど、ランキングだけ発表しますね。第5位がクロマスさん、第4位がニーチェさん、第3位がタケさん、第2位がシロアットチャーハンさん、そして第1位がクレイさんです。ありがとうございます。じゃあ明日も私はリハーサルがあるのでね、一生懸命頑張って今日のアイスで力をつけたので頑張っていきたいと思いますので、皆さん4月1日埼玉でお会いしましょう。じゃあおやすみなさい。見てくれてありがとうございます。